から可愛い韓国の食器たちが届いたので紹介していきたいと思います。すごいたくさん可愛い食器たちが届いたんですけど、まずブランドがオーララっていう次号さんなの、こういう名前のブランドで、ちょっともう開けちゃったんですけど、箱がめちゃめちゃ可愛くて、もし韓国に住んでる方とか韓国語が分かる方は海外発送もしてるみたいなのでめちゃめちゃおすすめです。こんな感じで食器の箱もすごく可愛い、こんなこれ可愛い。まずはこのパスタボウル、これがまあ4種類何種類かあって、その中から好きなやつを2個選んで、お姉さんが、夫が韓国人なんです、夫のお姉さんが送ってくれたんですけど、こんな感じで可愛いやつで、コップもね何種類かあって、前と後ろの柄が違うんですよね、可愛い。これもこういう感じで、このブサカはいい柄がめちゃめちゃ、これがスープとセットの大きさが違う、こんな可愛いのがあります。ちょっと大きめのメインディッシュのお皿と、おまけにポストカードもついてきます。この可愛い、このブサ可愛い、なんとも言えないこの顔が多分売りなんだと思うんですけど、こういうちっちゃいバッグもついてきました、可愛い、めちゃめちゃ使おうと思います。こんな感じで韓国雑貨がすごく好きで、可愛いものがたくさんあるのでとても好きで、カナダでも後々販売、オンラインストア的なことを輸入でできたらなと思っているので、またこういう感じで韓国雑貨だったり韓国の食器、インテリア雑貨的なものをこのチャンネルでも紹介できたらなと思っています。はい、マキシム100スティックス、マキシム